はい、皆さんこんにちは。今日はアーク溶接の正しいスタート方法と低水素棒を使った時にスタートブローが入ってしまう時の対処法などを解説していきたいと思います。まず最初にアーク溶接のスタートにはタッピング法というスタート方法とブラッシング法というスタート方法がありますので、その2つをまず最初に紹介していきます。でその後にスタートブローが入る時に母材を傷めずにブローが入らずスタートできる方法を紹介していきますので、なるべく飛ばさず最後まで見てみてください。それとこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録も良ければよろしくお願いします。それと専門用語や言葉が聞きづらい方は字幕の方もありますので、良ければ使用してみてください。それでは実際に溶接映像に移りたいと思います。はい、まずタッピング法というスタート方法を最初に紹介していきたいと思います。タッピング法とは、母材に今の動画のように棒をコンコンと押し当てアークを発生させるスタート方法です。こちらがブラッシング法といい、母材に棒をこすりつけアークを発生させる方法です。ブラッシング法の方がアークはとても発生させやすいです。ですがブラッシング法はアークを母材に出しながらこすりつけてしまいますので、母材が傷むというデメリットがあります。ですので母材を傷めてはいけないステンレスの溶接をする場合などは、なるべくタッピング法でアークを発生させることがいいです。なので特に鉄などで上から塗装をする場合などは、僕はブラッシング法でアークを発生させています。まずタッピング法はこの今の映像のように母材にコンコンと当てるとアークを発生させることができますので、そのまま溶接をしてもらえば大丈夫です。でこれがタッピング法での溶接映像なんですが、このようにコンコンと母材に棒を押し当てるとアークが発生しますので、一定の距離を保ちながら溶接をしてもらえばタッピング法でのスタートをすることができます。それと今これは電撃防止装置を解除して溶接をしていますので、アーク自体はとても発生しやすい状態で溶接をしています。でこの動画の最後の方で電撃防止装置の解除方法も紹介していますので、町工場での溶接などをするときはそちらの解除した方法も試してみてください。で次にブラッシング法ですが、このように母材にこすりつけアークを発生させてそのまま溶接する方法です。このブラッシング法はとてもアークが発生させやすいので、普段特に母材を傷めたらいけないという規定がない場合はこの方法でスタートすることをお勧めします。でこちらが実際にブラッシング法でアークを出している溶接映像です。映像を見ても分かる通り母材に溶接棒をこすりつけますので、スパークしているのが分かると思います。なのでなるべく溶接するラインにこすりつけてアークを発生させると母材への痛みも少ないので、溶接するラインに沿ってこすりつけてブラッシング法でアークを発生させるようにしてみてください。で次に低水素棒でのスタートブローが入る時の対処法なんですが、母材を傷つけてはいけない時などにスタートブローが入ってしまうので、そういう場合にどうしたらいいかという質問があったのですが、このように横に捨て板を置いておいて、捨て板でアークを発生させてそのままメインで溶接したい母材に棒を持っていき溶接をしていくと、スタートブローも入らず綺麗なスタートのまま溶接をすることができます。捨て板を置いていないと実際に溶接するものでバックステップをしながらスタートブローができないように溶接をしていかないといけないので、このように捨て板を準備しておいて捨て板でアークを発生させてスタートブローが入らない状態にしてから、そのままメインの板などに溶接をしてもらうとスタートブローも入らず綺麗な溶接ができます。なので今の映像のように捨て板でアークを発生させそのまま母材に移るという方法で溶接をしてみてください。このままの流れで溶接をしてもらえばスタートブローが入らず一定の幅の綺麗なビードで溶接をすることができますので、捨て板を用意できる場合はこのようにしてみてください。あとスタートするときにどうしても低水素棒だと棒がとてもくっついてしまうという方が結構いますが、くっついてしまう場合は電流が低すぎることが多いので、もう少し電流を上げて溶接をしてみてください。で今回はアークの発生方法をメインに解説している動画ですが、
そこから簡単な墨肉溶接や平板の溶接などのことを詳しく知りたい方はこちらの動画を視聴してみてください。それと溶接のこととは別のことになりますが、インスタグラムの方やっていますので、概要欄の方に URL 載せていますので、よければインスタグラムの方もフォローお願いします。そして最後に、これは現場での溶接機などでは使用してはいけないのですが、工場などで溶接をしているときにアークが簡単に発生できる方法を紹介していきたいと思います。こちらは本当はあまりしない方がいいことですので、特に工場内などで注意されたりすることがないんであれば、とてもアークが発生させやすくなるので真似してみてください。このように電撃防止装置がついているとアークのスタートがすぐにできなくなりますので、このようにティグの溶接棒などを曲げて電撃防止装置のスイッチを常に押している状態で使用してもらえば、棒を母材につけた瞬間ぐらいにもすぐにアークが発生してくれますので、工場などで溶接をするときなどは何回もカンカンとタッピング法をする必要もないですし、すぐにアークが発生してくれて早い仕事ができます。ですので電撃防止装置を作動していない状態でも特に問題ないのであれば、ティグの棒などを曲げて電撃防止装置が作動しないようにして溶接をしてみてください。それではこれでアーク溶接のスタート方法の紹介動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。